寿都町の海です。今潮が引いているようで、結構岩が、出てきています。向こうに小さな灯台があります。この辺りは、海岸沿い、非常に岩が多いところでした。ここで、明治初期くらいは、ニシン漁が、盛んに行われていたみたいです。ここに来るまでに小さな、港、ニシン漁の港が、4つぐらいありました。寿都町にある弁慶岬に来ました。これが弁慶の像です。かなり大きな像で、土台も含めると1メートルから8メートルぐらいはありそうです。あちらが弁慶岬の灯台になります。そして正面が弁慶岬の先端になります。ここでも2人の人が磯釣りをしています。多分ターゲットは鮭だと思います。寿都漁港から船が出てました。漁をしているみたいです。太陽は向こうから昇ります。ちょっと日の出が見れなかったです。日本一高い持田岬灯台に行きたいと思います。この正面の道を 2.6 キロぐらい登っていくそうです。ちょっと大変かもしれないですけど、一回行ってみます。持田岬灯台に来ました。これが持田岬灯台です。何が日本一かというと、あの頂点、一番屋根の上が日本一の高さだそうです。一度記録を塗り替えられたので、2001年に、上に増設して、再び日本一になったそうです。上に登れるみたいですので、上がっていこうと思います。持田岬灯台の、上からの眺めです。このさらに上は、今はしごがついてないので、登れませんでした。あの先端が日本一の高さだそうです。瀬棚町の窓岩に来ました。反対側から見ると、もう少し窓っぽい形をしてました。台風などで、今にも崩れそうな感じです。瀬棚町の三本杉海水浴場です。無料キャンプ場っていうのはあの辺りだと思います。
大成長の奇岩、親子熊岩です。円空上人の胎動跡というのがありました。ここに洞窟があったみたいです。北海道にもこのように円空仏があるということが分かりました。乙部シビの岬に来ました。シビの岬とは岩肌が、マグロの鱗のように見えるので、そのように、言われるようになったみたいです。柱状の、正六角形の、岩肌になっているそうです。ちょっと遠いので分かりにくいんですが、言われてみれば、正六角形の、柱状のものがこっち側に向いて突き出ている感じがします。日本で一番小さい道の駅、江差市にやってきました。建物が、やっぱりちっちゃいです。ニシンで、財を成した横山家の、建物です。ここが、ニシンで財を成した、中村家の、建物になります。この辺りは、建物が、全て和風のものに統一されてます。古い酒屋さんもあります。江差町のカモメ島にやってきました。ここは、このように、かなり広い、島になってますが、ここで、バイクを置いて歩かないとダメみたいです。ここの位置が無料キャンプ場として、開放されているらしいです。かなり歩かないと、いけないらしい、場所です。ここも義経の伝説があるみたいです。海洋丸という船のレプリカがあります。非常に大きな船です。